なんてがいい、なんてがいい、こんばんは。なんてがいい、お任せします。お金はダメダメ。今日は何をしたかというと、映画に行ってきました。イエーイ、こんばんは。映画に行ってきました。そうです、キュンキュンしてきました。恋愛映画、恋愛映画好きの方が誘ってくれて、そう、もうやばかった。私はあまり普段見ないですけど、あの前回からね、そうお誘いして、そう布教されてます。好きになってほしいので、はい、見に行ってきました。そう、今日朝一だよね、本当の朝一に、うん、朝一から行って、オープン当初、オープンと当初ってまださエスカレーター動いてなかった当初の使い方合ってる、うん、オープン当初、同時オープン当初に行って、まだエスカレーターが動いてなくて、うん、ね、難しかったよね。エレベーターもついてなかった。そう、あのね、あ違う、エスカレーターと自動ドアがまだ閉まってた、うん、閉まってた9時台とか、そう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 、早かったです。見たんですけど、なんと映画の途中で、うん、停電が起きるっていうね、ハプニングがありまして、そう、映画館だけじゃなくって、もうそのショッピングモール自体がもう停電になっちゃって、うん、10分ぐらいだよね、映画館で真っ暗な状態で。そうなの、うん、私はもうピエンピエン、もうそこから、もう本当に聞いてほしい、もう絶対にめっちゃ悲しいんですけど、もう何が起こるのみたいな、この先どうなるのみたいな、めっちゃくちゃいいシーンでなんかバチンって消えたんですよ、うん、だからなんかみんなえってなって、うん、で私サプライズで、そのなんか出演者さんとかがなんかサプライズで来るんかなと思って待ってたら、うん、係員さんがすいませんみたいな、今停電してしまったみたいな来て、で、まあ、で、まあ10分ぐらいね普通に座ってたんですよ。でそろそろ再開しますって言われて再開したと思ったら、結構もう先のシーンがまず流れ出したよ。まず流れて一瞬ね、パッて、えってなって、うん、たら止まって、そのまたしばらくして、ま、しばらくしてから、そのちょっと、まあ、戻ったやつところに再生されたけど、それもちょっと進んでたんだよね。そうそうそう、もうなんか多分きっといい展開が、うん、なんかあったよ、ね、なんかいい感じのその恋愛映画のもう一番醍醐味みたいなところが見れなくて、うん、めっちゃ悔しくて、もう妄想を楽しんでって感じだと思うんですけど、もう本当に悔しくて、マジなんかそういうさ、ちょっとなんか大人のシーンっていうか、なんていうの、それだから暗くするなんか演出かと思ったんですよ。飛ばしみたいな、ね、うん、ポンみたいな、次の日みたいなシーンかと思ったら、シンプルに停電でした。本当に悲しかった、何もなかったです。そう、もう仕方ない、もう妄想でこういうことがあったのかなみたいな、ういう妄想の話だったんで、ね、そう妄想のお話だった。そうなんですよ、恋煩いのエリーっていう、私がめっちゃ前に漫画を無料で3話みたいな見れて、絵がドタイプやったんよ。でそっからそう見てたら実写化しますみたいなの見て、うわもうこれは行くしかないと思って行ったんですけど、そうやばかった。でも JK の話なので、うん、あれなんですけど、そうでも急展開だったよね。うん、で急展開、恋愛映画でさ、うん、本当に付き合うことあるんや、なんか恋愛映画ってさ付き合ったら終わるじゃないですか、うんうん、なのにそう付き合った後まであるタイプのやつだった、うん、そうで、なんか早かったよね、序盤にも付き合っちゃったんや、うん、でだからその話的にも妄想のお話だったから、女の子が妄想してる世界の中の中で付き合ってっていうのかなと思ったら、本当にリアル現実に付き合ってて、そうライバルの男が出てくるわけでもなく、そうただただ付き合っちゃってね、そう思い通じ合っちゃって、そう早かったよね。うん、でもなんかモヤモヤしたね、わかる、なんかね文化祭のシーンがね、そうわかる、何これって、うん、でもなんかね恥ずかしかったよね、こっち、うちもうちらも、うん、なんかもうなんかセリフとかがなんかキザなセリフして、そうでもキュンキュンできました、ね、リアルで聞いたらちょっとドン引きするなんか、ね、漫画とかのセリフってさリアルで最後がさ
そうだったよね、その後にパセに言ったんですけど、ハテナされた。めっちゃでもね良かったですよ。そう、あのね、そのヒロインの方が、あのミステリーという勿れの時に見た方だったので、そう、私はその方の演技がすごく好きだったから、久々に見れて楽しかった。ほぼ二十歳っていう、みんな出演されてる方調べたら、ね、同い年じゃないのってなりました。同い年じゃないの。いやー、そう、でも楽しかったです。楽しかった。いやでも本当にキュンキュンした。よかったね。もうマジで本当にヤバかった、うん、よかったね。もう止まらんかった、キュンキュンが。え、なんか本当に今日もちょっとツンキーな男の子なんですよね。私は本当に恋愛漫画であればリアル現実は本当にもう許さないんですけど、うん、漫画とか、え、恋愛映画の世界は本当にツンがいいんですよね。もうちょっとさ、ツン、リアルが許さないの部分、もうちょっと、え、ガチでリアルだったら本当に無理です、もうさよならって感じですけど、なんかお話し会とかで、あのツンツンしてほしいとかじゃない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 、そのそれこそ何、ね、妄想の世界じゃないけど、うん、自分客観視じゃないけど、なんかこう漫画の世界とかだとツンツンしてる男性が、あのキャラクターが好きなんですよね、うん、大体そういう漫画選びがちなんですけど、だから今日もツンツン系で、いやもう私さ序盤にさ、え、これ絶対好きやんって言ってたもん、ね、言ってた、そう、絶対好きやみたいな、マジでもううるさい動きがうるさい、いや、え、どうなの、え、早い早いみたいな、ちょっともうなんかね、あの教室のやっぱ学校だから教室なんだけど、教室のやばい、ダメだよ、なんかね、カチッみたいな、時間やばいみたいな、ね、え、私さ、うん、その映画ってキュンキュンすることがないから、うん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 、なんかこんなキュンキュンしてるのがおもろいです。そう、めっちゃキュンキュンした、同じ作品を見たのにこの差です。そう、自分がこう、うん、あの言葉を言われたらどうなんだろうとか、もうそのヒロインになりきってしまうよ、全部、うん、でも嫌だよ、あんなセリフやっても、なんでそんな上から目線なんやでパッてそうだよね、うん、パッそうだよね。でもめっちゃキュンキュンしたし、あのなんか、ええ、うんうんっていう、あの行き過ぎた萌えセリフ、萌えセリフじゃないけど、うん、セリフとかあったけど、うん、漫画の世界だったら許されるっていう、もうね、楽しかったです、うん、楽しかった、でもあんまりね、なんかさ、私が小学生や中学生の時とかは恋愛映画の実写化、うん、漫画のさ実写化めっちゃあったよ、少女漫画。あった。でも最近本当にないんですよ。確かにね。だから減ったから悔しくって、なんかアニメとかさ、何の今日恋を始めますとか、あ、そう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 、あとさ、あのストローブエッジとかさ、うん、ヒロイン失格とか、失格とか、うん、とか昼中の流星、めっちゃあったんですよ。うん、で、ね、もう私は逆にその時がお金がねなかったから、うん、自分で働いてもなかったから、うん、そのお小遣いで、ね、行ったりしないといけなかったから行けなきゃなかったんですよ、うん、だから本当にもう悔しい、ね、悔しかったけど、最近休みの日にねちょっと見てるんですけど、キュンキュンしますよ。誰か恋愛漫画見てください、恋愛映画、キュンキュン、あ、だみんなソラハにキュンキュンしてるか、同意ある、同意してる、同意してるよ、うん、もう、うんうん、そうだよ、ソラハに恋してるっていっぱい今コメント来てる、うん、そのコメントしかない、一個もないけどこんばんは言ってるけど、こんばんは元気よく、こんばんは、こんばんは、ほらこっちもみんな、こんばんは、なんでなん、挨拶大事、こんばんは、こんばんは、今日は買い物したんですよ、うん、今日はメールでずっと行きたかった場所に行きましたって書いたんですけど、どこだと思いますか。あ、ずっと行きたかったの。はい、よかった。それでは発表します。あー、そっちかい。ずっと行きたかった場所、お、それはお値段以上ニトリです。今ね、SNS でバズりまくってますからね。はい、ニトリがその創業祭かなんかで、うんうんうん、もう半額とかで、家具とかが半額とかで買えるらしくて、90% オフとか、ランドセル 90% オフらしいんですよ。やばいよね、うん、びっくりした。そうで買いに行ったけど、やっぱもう残ってなくて、え、ね、食器欲しかったのになんか、もう全然なくて、その安くなってるやつ、だからエプロンを買いました。かわいい、イエーイ。私にご飯作ってくれるから買ったらしいです。過去妄想検討しますそうなの、ランドセル買ってないけど
なんか今ニトリ安いらしいから皆さん、あの今月いっぱいらしいので、え、ちょっと見てほしい。 X とかで調べてほしい。食器とかさ90円とかだもんね、うん、そうそうそう、物による電池が14円なの、やばいよね、割引で。でもなかったです、もう店舗によると思います、うん、そう、そう X で調べてみて、ニトリって、そしたらいっぱい出てくる安いやつが。なんか棚とかも安くなって欲しかったけど買えなかった。なかった、私は、うん、見たんだけどね。お箸とかさちょっと買い替えたいなと思ったんやけど、うん、なくて、なかった、悔しかった。なんかさ最近自炊してるからさ、ね、キッチン用品ちょっと買いたくってね、買った。おしゃれ家具、家具じゃない、食器、うん、とあとなんかオーブン買ったからさ、うん、オーブン用のなんか透明のさあるじゃん、おしゃれなグラタン皿みたいな、うん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 、わかるわかる、お野菜とか焼くやつ、うん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 、オーブン対応。さっき言ったの？え、マジすごい。安くなかったって。あれ？やっぱ都会だからじゃない？もしかしてもうみんなが買っちゃったじゃん。ニトリ。ニトリ。ニトリいいよね。ニトリいいよ。ニトリ何やろ、ゲームってるやつニトリやるかな？これ違うの？あ、これニトリ、これニトリ、あのネットしかないやつ。机。ドレッサーにもなる机。あとは、あとはでもないかも私の家。あれよ、食器棚や。食器棚、うん、ああ、いただいたやつ、汗から。今日はベレー帽を珍しく、かわいかろ。ベレー帽担当にはなれないので、後ろ向いてみ。取れてない、取れてない。今日いっぱい走り回ったんですけど、そう、バスが間に合わない。違うよ、ゴミを捨てに行ってバスさ一番乗りで待ってたんですけど、どうしてもゴミが捨てたくてゴミ箱探しに行ったら、どん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 抜かれちゃった、ね、でもちゃんと座れたけど、ね、結構何十20分前、うんうんうん、20分前ぐらいから待ってさ待機してたんだけど急遽ね直前にゴミが捨てたくなっちゃって。かわいい。そう、私本当にベレー帽あのかぶったことないんだよね。生写真でさかぶってくださいって時あるやん、うん、あれと全国ツアーの2日目、ね、うん、だけしかかぶってたことない、うん、私もな衣装であんまり。そうベレー帽、パちゃんさこの前さ黒色の歯ってさやってるよね。うん、他のも挑戦しようと思って今日見たけどね、ちょっとね違った、違った。うん、座りたい座りたい。じゃーん、うおー、これバズってるやつ1個もらっていい？いいよ。お金あげるね。これね、どこに行っても見つからなかったんです、この分厚いパフ。怖い。たまたま通りすがりに見つかりました。オレオだって一緒した、うん、ね、うちらのシンクロ集誰か作ってください回ってないところ、回ってない回ってないところのシンクロ集がやばいね。最近変なさ歌とか、うん、適当に勝手に歌い始めるんですよ。で乗っかってくれてうちも乗っかったりするんですけど、ハモるんだよね。そう、ハモる、怖い本当に。これはこれ、ね、メイクする時 あのお肌をめっちゃ綺麗にする、白くしたりする液を塗る時のファンデーションを塗る時の、うん、この分厚さがいいらしいです。でもさあのね、誰かがいいよって書くとすぐみんな買うんですよ。ですぐ品切れになるの。そうなんだよね。そうね、ないと思ってたけど、で入荷する頃にはねもうねブームが終わってたりするんですよ。じゃーん、僕ロジーローズだよー、こんにちは。僕パーセリ、ここ見なんか肘見えてる。あ、肘じゃないよ、ヒートテックヒートテックか、ベージュの。じゃーん、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 にゃんちゅうだにゃーん、にゃーん、ありがとう、使おう使おう、で使っちゃおうね。これピン、もう1個買えば確かに大丈夫だよこれ。え、いいよ、でもオクチンにいっぱい、うん、パフあるんだ。はいはい、オクチンパフあるんだ。でも大丈夫。わお、ピカピカ。今日のお礼、今日のお礼やったね。今日の給料、え、
一緒に遊ぶときピルは発生する、うん、じゃあ毎日遊ぼうね、毎日遊ぼうね、じゃあ毎日遊ぼうね、じゃあ明日はこっちなくなるやん、なくなってもやん、なくなってもやん、ブラシも良きってそうだよ、ブラシいいよマジ、うん、買う、あの眉毛めっちゃバズってるよ、あのピュッてやってるやつ、あの太いのと細いのがあるやつ、知らん、え見てみる、見て、スタローは何買ったの、スタローはいっぱいお洋服買っちゃった、でも全部お話し会とかで着れたらなと思う、あと本当にもう、ね、おしゃれになりたくて、はい、ちょっと今ほんまに研究してる、葵さんを見て兵藤葵、本当に葵さん、兵藤葵さんすぎて、もうちょっと追いついてないんですけど、兵藤葵さん目指してるそうです、無理なんですけど、それはあの自分が着たいと思うものを着ようと思ったんですけど、でも本当葵さんっておしゃれね、マジでおしゃれ、マジでおしゃれ、お下がり待ってますね、私もこのままひなさんにも言った、そろそろキャリーバッグ持って行きますね家って、まひなさん今日なんか料理配信したので、あのよかったら待ってます、ね、それなまひご飯食べたいです、食べたい、じゃーん、宅配巻きまひご、じゃーん、じゃーん、黄土色、黄土色のミニスカートです、これは、まあ、3月とか4月とか春に着たいな、うん、履きたいなと思って買いました、ミニスカです、あんまりこういう色持ってなかったし、なんかここのデザインが携帯とかコスメとか入るし、うん、いいねいいやろ、手ぶらでいけるやん、手ぶらでいける、でもここ目どんどんずれてくるから確かに重さで、重さでいいね、ちゃんと履いて、うん、よかったから買いました、みんなミニスカが好きらしいから、そうなん、そうだよ、じゃあそんなみんなに秘宝、秘宝、じゃん、ロングスカートです、でも可愛すぎ、お嬢様やん、マジで可愛いです、ね、ほんまに可愛い、レフだレフだ、でもアウトレットだから安く買えたね、ソラハもめっちゃ安く買えた、でもなんかさ、もっと安いと思ったらさ、レジってさ、意外とあ、安いで高くてびっくり、あ、確かにね、思ったよりも普通に定価ぐらいだった、もっと半額とかかと思ったら、うん、定価ぐらいでした、ロングスカートもいいんだね、これは、5390円やったけど、2100円ぐらい、うん、7000円が4200円になります、でも安いよ、半額ぐらい、40% ぐらい、でこれに合わせたいのが私、はい、TikTok で最先端というか流行りを頑張って撮ろうとしてるんですけど、はい、ギャップ出ました、ギャップ、私アウトレットに行ったら絶対にギャップに行くんですけど、うん、もうめっちゃ可愛いポロシャツがあって、はい、パーコとねお揃いにしたかったんやけど、そう、私がなんかログインできなくてもう諦めた、そう、ログイン会員やったらさらに安くなるみたいなやつやって、うん、でね、あのパちゃんは諦めちゃったんですけど、じゃーん、かわいい、めっちゃかわいい、なんかもうみんなからしたらあんまり分からへんかもしれない、みんなからしたら仕事の時に着る服みたいな、ポロシャツみたいな、うん、ワイシャツみたいななんですけど、これはなんとボタンが下までじゃなくて、この溝打ち、この溝打ちっていうか、溝落ち、溝落ち、落ち、溝落ち、溝落ちぐらいまでしかなくて、溝落ちで紹介する人え、マジでそうなんだって、本当に、あ、なんていうの、おへそとか、いや、胸下よりもマジでジャストなの、溝落ち、溝落ちまでしかないんですよ、ボタンがで、ここの、え、本当に春カラーの水色でこのギャップが混んでめっちゃ可愛くって、これ XS なんですけど、多分男性のところにあって、でもこれが女の子着ててバズってて、え、可愛すぎると思って、うん、こちらのシャツまあ、ちょっと1個開けたりとかして、うん、いいね、こうやってね着て、うん、それで着て、このさっきの黄土色のこのズボンを合わせる、え、かわいいって感じじゃないですか、あ、全然見えてない、え、本当にかわいくて、うん、え、見て、春のおしゃれ女みたいな色してる、かわいくないですか、え、これみんなアウトレットにあるからお揃いにしよう、じゃん、ギャップの、ギャップ、ボタンは溝落ちまでしかないです、ボタンは溝落ちで紹介する人いない、じゃあなんで紹介したらいいの、でも本当にど真ん中だしね、溝落ち、溝落ちだよ、ギャップさんのボタンは
1,2,3,4 つで溝落ちぐらいまでしかなくて、ここは紺色です。石のお揃いにしよう。これは6,990円で、わお、30% からの会員で 10% で 40% 引きの4000円ぐらいでした。おお、春にいいですよこれ。春にいいですよ。多分メンズやから、これは私は XS を買ったんですけど、 S も M も L もありました。マヤジュー、以上です。私はまだあるんだ。あ、どうぞ。でもほんまに待って、これ可愛い。明日でも着たいぐらい可愛くない？うん、明日でも雨じゃない？寒いんじゃない？そりゃ寒いな。今日昼は赤かったけど夜寒くて。赤かったの？あったかかった。水落ちです。あったかか。そう、生地がほんまにいいです。これ春にめっちゃいい。僕も買いたかったので、ちょっとリベンジしたいと思います。これはちょっとプレゼントできひん？うん、これをくれとくれ。半分ずつです。右と左。それか、じゃあ水落ちからした。私可愛くないやん、もうどうやってどこで止める。水すぎ。なんかね、メールのね、パスワード再登録みたいなメールのやつしてもメールが来なくて、ね、無理だったんだよね。そしてやばい、同じようにもう書いてない。で、私が大好きな大好きな大好きなダブルクローゼットさんっていうブランドがあるんですけど、ダブクロっていう、はい、本当に私はここのアウトレット商品が、はい、もうお安くなったセール品しか買わないので定価で買ったことがないんですけど、ダブルクローゼットでは、はい、こちら8690円の半額で買った。ああ、全て言っちゃう。そうだよ、ちゃんと言うから。安いものは言えるから、高いものは高いもので言うけど、これは春になんか、まあ、キャミソール、中にキャミソールとか着て、その上に羽織ったら、まあ、ちょっと大人っぽくて素敵だわよ。なんか春ってやっぱりね、こういうカラーものがいいかなと思って、はい、ちょっと大人な女性な感じで、はい、水色最近好きなので買いました。とても素敵です。めっちゃいいです。あ、これは直で着ないです、さすがに。さすがに全てがもう、うん、レントゲンです。飽きません。これ飽きませんね。飽きません。そのまま来たら飽きません。レントゲンこう飽きません。さすがにちゃんと下にキャミソールを着て、はい、やろうと思って。で、あともう一個は、これほんまにこのまま1週間前に入荷されたらしくて、もうでも現品しかないですって言われて、うん、もうまんまなんですけど、これはまあロングスカートで、まあ、春に着れたらなと思って買いました。はい。おしゃれ、おしゃれさん、おしゃれさんのイメージこれ。ね、かわいい。ね、めっちゃかわいい。めっちゃ悩んでたんで、ね。そう、めっちゃ悩んだけど。ね、いっぱい着回しコーデとか、まあ、移動とかでもいっぱい着れるかなと思って、うん、じゃーん、かわいいです。めっちゃかわいい。このなんかダンダンダンみたいなやつ、今日ギャップ行ってた。だって、すごい。でも絶対広島ではないけど、離れた場所で同じやな。離れた場所で行ける、それがギャップ。ん、全国各地、世界各地にあるのがギャップ。そう、清楚系、そう、いろんな系統をやりたくて、もちろんお姉さんみたいなとかかっこいいとかもそうやけど、かわいいとかいろんな系統を目指してる。はい、目指せ兵藤葵さん。ね、マジでマジで葵さんいい女すぎてリスペクト。ダブルクローゼットです。イエーイ、大好き。私の大好きなダブルクローゼットシュー。でーし、以上、以上が購入品となります。ご清聴ありがとうございます。ありがとうございます。私たちの購入品紹介でした。イエイイエイイエイ。購入品紹介しちゃった。終わっちゃったね。うん、ありがとうございます。まだ30分も経てないよ。びっくり、早口だったかも。わー、お金、ニトリのさ、棚欲しかった、ね、安くなってるやつ欲しいわ。欲しかったすぎた。いっぱい欲しいね。家具をさ一掃したいよね。ね、わかる。ね、空もフリーも出すから
STU フリー、なんか STU 全体でやらん？やりたい、絶対あるよ、ね、めっちゃ多分さ、そのさゴミとかに出す前にさ、うんね、お下がりとかにするやつがいいんだよ。そう、しかもさ自分がもういいかなと思ってても他の人からしたら欲しいってなるかもしれへんから、うん、そう、一回何を出品しますか？ルーブランナー。はい、そしてそして、はい、でも、もうこの机はでもねハゲとるからあれやけど、うん、でもテレビ台、はい、落札です。テレビ台がちょっといいかなって思ってて、うん、あとはパセからもね、うんうん、あれ私がクリスマスにあげた、うん、なんていうのあれ、ハンガーラック、うん、ハンガーラックをいらないそうです。いらないっていうかパセが組み立ててくれるって言って私は待ってるんですけど、一生組み立ててくれなくて、一生私のなんかインテリアの一部みたいになっとって、そう見せたい。でパセにあのいるって聞いたら、え可愛くないからいらないみたいな。でも私もらって、ね、もらってるのに可愛くないとはと思って、可愛くないものを、可愛くないもの人にあげて。違うんですよ、なんか沖さんのお下がりの、うん、そのハンガーラックをもらうから、パセからもらって言ってない、私言ってない、パセのやつパセがもらってよって言ってきたから。違う、初めは、うん、私はもうパセからもらったやつがあるから、うん、大丈夫だよって言ったんですけど、でも色味が私の色味に、私の家の色、ん、私の家の色味にゆうかちゃんのやつがあったんだよ。そうね、そう可愛かった、そう色味がね床の色と一緒だったの。そうなの、そう、おきちゃんから洋服もらいましたよ、3着いただきました。まだねあれなんだけど、もらいましたね、かわいい、かわいい。え、多分ゆうかちゃんこういうの好きやな。私もこれのワンピースもらったの、これ、え、この一緒にピンクのさ、うん、確かにゆうかちゃん好き。でももうさ春が来るから、もうこれは早めに着なきゃと思ってきた。春が来た、春が来た、違うね、春が来た、春が来た、絶対キャッチャーどこに来た、違う違う、春が来た、春が来た、どこに来た、絶対違う、山に来た、里に来た、野にも来た、そうなん、そうだよ、ここに来たんじゃない、うん、ここに来てない、ここはまだまだか、まだなんか、うん、シナノケに聞いた、お先ケに聞いた、ショールームにも来た、ツイッターの中に乗るべし、うわー絶対動いてんだ、何マイカーだよ、私スマホ触れんのやけど、ほら本当やん、じゃあ乗ろ、すみませんでした、今日は長いと、あのツイッターに、ツイッターに行ってたです、ポストしてました、ポストしたので見てください、見てね、ポストしました、4月14日についてです。そうだよ、あのよかったらゆっくり、あの次の日月曜日だと思うんだけど、うん、だからみんなちょっと帰らなきゃとかあると思うんだけど、でもお願い一日空けててほしい、うん、言うならば次の日の、あの広島に帰れ、広島から帰れない、うん、その日の最終とかで帰れない方は、うん、次の日の午前休もらってた方がいいかもです。確かに、ね、特にパークの方、パークが好きな方とか、うん、でもみんなじゃない、うん、みんなだけど、うん、7人のファンはって感じです、ね、うん、うん、ですギフトありがとう。でもあの詳細は知らないので、うん、本当にわからないから。そうなんですよね、そうマジでわからん、なので詳細が出るまでお待ちください。こちらも今日言われてもね、うん、
入れんだもん、あーって感じだね、うん、まあまあそうか、入れんのか、ほいほいほい、今ちょうどその話をしてたら来た、ね、来たね、配信見られてるんかもしれん、キャー見ないでよ。なので皆さんよかったら4月の14日予定を上げといてください。みんなもう明日言うんだ、え明日もう水曜日だよね、木曜日だか、うん、明日木曜日なので会社さんにしたら、あの 4月14日日曜日はあの、まあ、日曜日なのでね、うん、休みの方も多いと思うんですけど、休みじゃない方はちょっと休みをいただきたいですって、多分まだ有給使い切れてない方とかもいるかもしれない、月末だからみんな忙しいかな今 ね、しかも年度始めじゃん4月、うん、ね、あの新しい有給なんか3月じゃないから、もう言う暇もないから、今言うタイミングじゃない、しかもツアーもあるけん、みんなそうだよね、難しい、でも来てほしいなね、もう何 2,3 ヶ月ぶりとかよね、集まんのが多分きっと、うん、やばいよめっちゃ、普通のマイクは公演、私の生誕ぶりよ、マジ、そうだよ、そっか、そうだよ、やば、みんな多忙だわ、マイクはマジでみんな多忙なの、すごいことよ、ね、嬉しいね、毎週広島コースだって、え嬉しい、えええ何や、何のお仕事をしとる毎週会えとるか私たちに、推し活、推し活やで、14 14、え、その前会える、誰に会うんだその前はその前の週は誰に会うんだ、誰に、一週は濃くない、でも確かに、あどういうこと、どういうこと、他のお仕事があるね、現場があるじゃん、ほが現場が、どういうこと、そう14日え、わかんない、わかんない、何時からかがわかんないので、うん、何も詳細がわかりません、だからこれをしますよしか言われてない、だからあのみんながスケジュールを開けれるように沖さんがこうやって載せてくれてた、そう匂わせてくれてた、うん、リーダーありがとう、もうみんなでもわかるやろこれ、わかる、だってでシンプルに絵文字もそうやしさ、もうみんな乗っ、うん、乗っかったしさ、絶対わかる、場所も何もわからない、え、ね、本当にだから急に北海道とかやったらってなる、嬉しくない、びっくり、いやみんな来れる、逆にそっち、うん、みんな広島行き買ってさ逆かーいみたいな、もうどうすることもない、泣きながらちゃう、そうだよ、みんな待ってます、やったー、いや沖縄とかかもしれん、うん、それか 7人おるから7人の地元でやるかもしれん、うん、広島あのこう遠隔で遠隔ズームつないで物文化つつか、でも広島のアピとココアさんとイナイナちゃんがおるから、うん、ね、確かに兵庫、岡山、長崎、広島、長崎、山口、山口、長崎か、よく一直線になってそうじゃない、みんな頑張ったら、確かに県が、確かに上とかじゃない、上とか下でもない、うん、みんなこうこうやってさ、ねえ、でももうすぐ発表されるんじゃないかな、わかんないけど、わかんない、でもね、もう決まったやったらもうパーンって言ってほしい、わからん、でも4月14日はよろしくお願いしますってことです、ことです、ことです、あげといてください、そうだよ、よろしくお願いします、あと今日は、うん、これ見に行ってきました、じゃーん、バイキングライズの広告、じゃーん、こちらにもじゃーん、
広島駅の下ですね、新幹線北口です、北口の北口にあるやつの私どうもセンター務めさせていただいてるシナノです。発行しすぎでしょ、いたーシナノと思ったら、みちさんの卒業コンサートのやつもあってすごかったよ ね、ファンの方がねされてるやつだと思うんですけど、ずっと待ってたらね、偶然パッてみちさんから映ってこんな顔になりましたもん、みちさんに送っちゃった、だからいい顔してるねって言ってびっくりした、表情良すぎる、すごいみちさんのも流れて、バイキングライズのも流れて、うん、ぜひぜひ見に行ってください、あの31日までなのでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。サラの前髪がいい感じ、その時はあと10センチぐらい髪が短いです、去年のちょうど今頃に撮ったやつだから。切るの、え、どうしようかな、切りたいけどどうしよう、私は伸ばしたい、マジでもドライヤーがちょっと嫌か、伸ばす顔の2倍がいいんだよね、うん、そうだよ、私今ちょうどいいんですよね、私は顔の2.5 ぐらいあるので、結構ある、そう顔がちっちゃいとかじゃなくて伸びた、うん、伸びなった、僕伸びた、そう卒婚の日とかにぜひ行ってみてください、来られる方は、ね、確かに卒婚の日に行ってください、行ってください、でね、ずなんか頭になんか乗っかっててすごく嫌だ普段せんからさ、普段せんからベレー帽、あ、耳出てる、耳出した、耳、こんばんは、なんだい、3月31日、もうすぐだよ、楽しみだけど寂しい、でも瀬戸里なんかすごいらしさが詰まっているという感じです、ね、私嫌だ、うん、もうリハーサルが一番嫌だ、寂しい、しんどい、もうね、あの、うん、なんかみちさんの近くで歌えるところが、まあ、何個かあるんですよ、やっぱ演出的に、うんうん、もうその時鏡越し見ただけでも本当にもう呼吸できんぐらいになりそうやったよ、もうさ、うん、あのどんどんみんながさこう、うんうんうん、分かるよ、ね、その時に横になって、あ、もう無理だと思って、うん、本番無理だと思って、うん、これ目見れよわと思ってレッスンでさ涙ポロポロってして、本当にやばかった、曲のね、ある曲のある歌詞がすごい、あ、これほんとみちさんだなと思って、昨日リハーサル中に私はちょっとうるうるってしちゃった、それ以上もう無理な気がする、だからそれ以上にもう初期からずっと大好き、ねね、信じられない、ガチ恋期間を経て今にあ、今がありますので、本当にそうですよ、もうほんとにもうみちさん違う女なんですから今日もなんか彼女は本当に、ね、本当にこの前なんて本当に昨日なんて愛してるって言われますからね、マジで、ね、どうするんですか、スクショしましたから、見せてくれた、スクショしちゃった、愛してる言われてた、ラブとかはよく言うじゃないですか、アイドルとしても愛してるってなかなかやばいよね、言葉に好きとか大好きとかあんま言われるのに、うん、飛び越えて愛してるわけだからね、もうそんなん罪な女、ダメです、愛してるおみちゅしゃん、ダメ、ダメです、愛してるだって、よし、愛された、すいません、愛されちゃった、てててててソラの子愛してる？うん。ソラ？うん。パセ？ソラパセ？うん。パセ？か。パセ自身がソラハを愛してる。こんなみんなに見られながら。え？ガチ出るやん。これバレちゃう。バレちゃう。隣人にバレる。この前コンコンしていいですかみたいなの来て。え？ファンの人が今からコンコン逆にしてみたいな。おきちゃんがそらのこと話してるからコンコン来るかもみたいなコメント来て、何それもう分からん、コン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 
こっちいいかなと思ったよ次。ちょっと韓国スクショ。ギザ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 。人参。人参。人参さん。さくらんぼさん。しいたけ。1って何なんあれ。うん、1はない。何の話？そう、人参さん、ごぼうさん。え、これくらいのお弁当箱におにぎりおにぎりちょいと詰めて、刻み生姜にごま塩振って、人参。え、そう、1って6くない？うん、怖っ。インゲン。違う、インゲンさんわけないの。え、違うよね、待って。これくらいの弁当箱におにぎりにおにぎりちょい、ちょい、ちょいと詰めて、刻み生姜、生姜が一部の形。あ、違う、刻み生姜にごま塩、し、あ、違うな、い、ごま塩振って振って、人参さん、かわいそう、さくらんぼさん、しいたけさん、ごぼうさん、穴が開いたレンコン、穴の、うん、穴が開いたかと思った、あいたレンコンさん、スジのタコだった。え、知らん、あるあるね、書いてスジのタコです。やばい、1位仲間外れやん。え、そもそも飾り歌ではないらしい。ええ、マジ、そうなの、違うんですか、飾り歌じゃないんだこれ。飾り歌だと思った。え、それ1とか2とか、え、それは逆にさ、それでさ覚えてた、1とか2とかな。だから人参さん、さくらんぼさん、しいたけさん、ごぼうさんで順番覚えてたから、1、2、3、4、5、確かに映えないね。人参、オレンジ、人参ドクターすぎ、さくらんぼさん、急に出ちゃった、しいたけさん煮物、ごぼうさん煮物、あなたの相手の煮物、全部煮物煮物煮物やってんだ、できるやろ。なんかしかも刻み生姜とごま塩も振ってるから、すごいご飯だね。昭和和です。さくらんぼがかろうじて、え、飾り歌じゃないんだ、全部煮物や。人参も煮物でしょ。飾り歌かと思った。煮物ソング、煮物ソングって違う、違う、違う。確かにレンコンの天ぷらとかにしてよ。じゃあ人参は、人参、人参のキャロットラペ、あ、いいんじゃん。人参のキャロットラペ、さくらんぼ、さくらんぼ、さくらんぼさん、しいたけさんは、しいたけのマヨネーズでオーブントーストで焼いたやつさん、ごぼうのきんぴらごぼうでいいよ、あ、きんぴらごぼうさん、あ、人参とごぼうできんぴらごぼうでいいよ、2と人参とごぼうでキンピラごぼう作っちゃおう。じゃあ理想のお弁当って、理想のお弁当はこれくらいのお弁当箱に、はい、はい、放送事故ですもご飯のこと考えない、急に冷めてる違う、お腹すいちゃうんだもん、まあ、本当にお腹すいた、やばいの、本当に食欲だ、そろそろ終わる、食欲期、食欲さん、食欲さん、お寿司が食べたいです。昨日食べた、食べた寿司行ってあり、何が好き、サバ、ネギマグロ、アジ、サーモン、エビ炙りチーズ、エビチーズ、エビチーズ炙り、エビバジルチーズだ、エビバジルチーズ、ブリ、ブリハマチ、一緒、生エビ、シーサラダ軍艦、サバ、シメサバ、炙りサバあとはアナゴ、アナゴ、フーグタくん、フーグタくん、スティッチして、スティッチ、スティッチ、僕、人間になる、それ、ポニョだって
分かるよ。月に5回ぐらいやってる。そんなやってない。はは、あ、これダメか。夢の国のキャラクター、あ、でもステッチ。ステッチも夢の国のキャラクター。夢の国や。ハローキティ、こんにちは。ヘルマネ、ヘルマネ似てるよ。ヘルマネやーみたいな。みんなえ、こんなじゃない。この前ね、この前ね、行ったね。あ、行ったね、エルモ。そうそう、池袋。新しくできたばっかりらしいね。ヘルマネよ、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 ヘルマネよ。花、花、花、へへへ。あ、そうそうそう、へへ。甘口開けない。あと何だろうな、何ができたのだろう。何ができるの。わー、誰なの。じゃあジョージ、ジョージわーみたいな。金髪帽子のおじさんはこちゃんがナレーションで。いつもやりなさいだけど、よくない、よくないところが出てるよ。よくない、よくない。あ、なんだろうな、何してるんだろう、うち。んなかなかできるっけ。マイメロディ、マイメロディわかんないかも。歌っちゃう。あと何だろう、何があるんだろう。私ができそうな、声的にできそうな喧嘩ない。声的に、うん、アドバイスちょうだい。うんと、あ、ああ、分かんない。なんでしょう。絶対意味の分からん。これは誰やったら分かっとったんやろ。リコちゃん、ココアさんっけ。ココアさん、ココアさんか。ココアさんにしか通じんかった。他のマイカーメンバーには通じなかった。ただ、ああ、もっと顔なんか、ああみたいな。マジでこのロングで、マジで楽屋で半年前ぐらいのマイカー公演の時に、そう、急にね、楽屋で始まったモノマネ大会で披露した。これはもうフィニアスとファーブ。あ、これも夢の国だ。フィニアスとファーブ。そう、フィニアスとファーブっていう。確かにトムとジュリー、そうなの、確かになんかありそう、うん、あの足とかになんか落ちてきて、あー、ありそうな。フィニアスとファーブのお姉ちゃん、フィニアスとファーブ、ぜひ調べてみてください。フィニアスとファーブ、なんだったっけな、なんだった、なんちゃらディーみたいな名前だった気がする。スタディ、そうだ、分かってくれる人いた。そう、フィニアスとファーブめっちゃ大好き。お兄ちゃんと見てた、カーカーカーみたいな。あとパチャ何できるん。パコ、うん、パコ何もできん。嘘、空のものまねして。一番空派を見てるやん、うん。どのタイプの空派？え、あの放送できる空派にさ、しかも放送できないやつは真似しないで。いろんな性格があるから。え、じゃどの性格が一番真似できる？ポチョー、ポチョー。いつそれ？かわいいね、ポチョー。ポチョーかわいいね。え、そんなんじゃない。赤ちゃんに。違う、そんなんじゃない。言ってる。うん、それも、それって段違います、全然違う、こんなんじゃない。じゃあ違う、どんなタイプがあるか言ってみて。逆にソラハはどんなタイプがある。ソラハポチャン、違う、どういうタイプ、どういうタイプ、今のタイプ、甘えん坊タイプ。続きまして、パセ、みんなの人前タイプ、メンバーがいるとこのタイプ。パセ、なんとかだよ、なんとかだよ。2個、そしてまあその中間、普通の、どういう時パーセーみたいな普通の時、うんと、別に人前、そんな人前でもないけど、ちょっと真面目モードの時とか。そうか、じゃあおばちゃんできるよ、やって。ちょっと何やる。怖い。え、もうなんか怖い。みんなという時マジで冷たくて、うん、ねえねえ、なんかそのバイバイする時とか、なんか次はいつやるか分かんないから、ギューしようって言うんですけど、なんか
もうされるがままみたいな。マジこんな顔してくない、うん、しかもなんかお話し会の楽屋とかでしてくるんですよ。え、次いつ会えるか分かんないんだもん、ね、夜だよ。その日の夜だよ。3時間会えんでもあれやから、うん、そうする。あとはたまにびっくり、えもうえびっくりタワーなんだけど、ね、ちょっとありがとうございますナアラブさん、ちょっともうびっくりびっくりびっくり、もうナアラブさん待って、昨日に引き続きなんだけど、マジねえなんでうれつんだけど、びっくりだよ。あともう一個は、うん、あとね、えでもなんかね、うん、急にえそういうなんかみたいな冷たい時もあるのに、うん、急にさちゃんかわいいねかわいいかわいいかわいいみたいな、もうほんまに赤ちゃんを、うんうん、ワンコ、えそう赤ちゃんにゃんこ猫、なんでそんなにさちゃん今日甘えてんのみたいな。ほんまえマジこんなこんなんよ、そんな口尖らせてちょきょんちょきょんマジでこんなんやっぱさ、そうそう見えてるんだ、そう見えてるんじゃなくてそうなんだって。動画撮ろうかこれから、うん、撮って、じゃあ撮るね、そっちょ、あ、ウータンできるじゃん、うなんかすごい踏ん張ってるね。ありがとうなラブさん、元気元気、いつも元気なワンワンで、ソラハトのエピソード教えて、ソラハトのエピソード私、うん、みんなかと、違う、ソラハトのエピソードは今日映画館に行った、じゃあ映画に行ったらいつもチュリトスを食べます、2人ともシナモンが得意ではないのでチョコレート味ですね、そうです。そして私たちは誕生日とかにネックレスとかプレゼントしたりするけど大体ちぎれます、本当に最悪だよね、はい、そういうもうジンクスですね、本当に。それは安住のもそうだもん、そう安住にもあげて安住もちぎれたらしい、本当にみんなちぎれちゃう。あとはなんだろう、アサイーボールにハマっているんですけれども、アサイーが売っていません、至急どうにかしてほしいという所存ですね、うん、なんでアサイーってなんであんなにどこも品薄なんだろう、まとめ買いしてるのかな、そうなのかな、影響でアサイー今日もねなかったよね、いろんなタリーズとか行ったけどなかったです。あとはなんだろう、最近の喧嘩エピソードは、最近の喧嘩エピソードなんだろう、最近はなんかなんかないよね、でも最近はそんなです。そう人気だよね、アサイー SNS とかでもめっちゃ見かける。この前ね東京で空き時間があったから一緒にアサイーボールのお店調べて行ったんですよ。あそこは何、渋谷、うん渋谷、渋谷に行ったの、したら売り切れてましたね、うん悲しい。で他のお店とか調べたけど全部もう売り切れてて、で最終的に行ったお店でめっちゃ凍えながら外で食べた、超行列だったんですよ。やばかったよね、でもテイクアウトして正解だったよね。そうテイクアウトならすぐに案内できますって言われて、じゃあテイクアウトでって言ったんだけど、もうその日が強風、先週とかの超強風の日で、でねめっちゃ凍えながらブルブル震えて食べたね。最近のエピソード他はハウステンボスに行きました。やったー、ミッフィーマジで好きね、ミッフィー女子になりたい、ミッフィー、びっくりした、掃除機が倒れた、ぶっ刺してたのにあのキョッてねえ、ああソちゃんのやつだ、ミッフィーです、これお揃いで買いました。なんか他にもねハウステンボス限定の食器とかあったけど、なんかもう荷物多すぎるし悩みに悩んでやめたよね、うん本当はさもういっぱい欲しかったもんね。
うん、いっぱい見てた。お金持ちだったらね。うん、うちらケチケチマンやけんさ、すぐさなんか割引されてるかどうかで決めちゃうよね。最悪、本当に思い出を形に残せ。アサイーボール食べたことありません。え、私もこの前初めて食べたんですよ。でもね、なんベリーって感じ、ちょっと癖もあって。ナーラブさん、昨日に引き続き満開タワーありがとうございます。パチパチパチ。ベレー帽ソラハは珍しい。嬉しい、生で会いたい。ショールームだけの関係じゃなくてリアルでも会いたいです。ありがとう。でもアバター変わったよね。前まで他のさメンバーのさアバターやったのにさ、ソラハでもないけどソラハでもないんやけど、ソラハでもないんやけど、みんな好きだよっていう意味で。それか STU カラーの青かな。ありがとう、いっぱい咲かせてくれてありがとう。ソラハのルームに Thank you。 ソラハの剣道アバター使ってくれてもええんやで。ねー、見たい見たい。アサイどの国発祥、確かハワイ、ハワイだ、ハワイ、ハワイのなんかそういうハワイ系のレストランとかにはアサイがよくあるみたい。ロコモコとかさ、うん、パンケーキとかそういうお店にあるっぽいけど、最近のとこも品切れ。そう、今日タリーズのヨーグルトアサイっていう、もう今 SNS でバズってるやつをまた飲もうと思ったら、もうソールドアウトになってて、やっぱすごいなと思いました。すぐバズる。え、ブラジルらしいよ。え、原産は。そうなの、マジ。じゃあブラジルから持ってくるから品薄なの。反対だからだ。ブラジルの人聞こえますか、ここに何かさ、アサイが欲しいです。今すぐ採取します、お願いします。ブラジルなんだ。ね、びっくりした。ハワイじゃないんだ。なんでハワイいっぱい今あるの。あ、ソラハの使ってくれてる、ありがとう。本当だ、そうだよ、みんなソラハのね、これ剣道アバターだけじゃなくて音符のアバターもあるからね。赤と緑とドリミファソラハってことで、ちゃんとドリミファソ、あ、ソラって感じで音符のやつなのね。あとニコちゃんマークがある方はちゃんと顎を強調するべき、ちゃんと顎出てるから。ちゃんと、そうなの、うん、出てる。知らんかった。ピカチュウ、見てほしい。そうなの、ほんとやん、ほんとやん。え、ここは丸なんやけど、こっちはちゃんとソラハの方を明かすために、絵文字、顔の方は顎出してる。初めて知った。マジ。うん、そう、顎、まだこの時は細かったから、作った時顎がちゃ、うん、もっと強調されてた。今もう細い、みんな心配しちゃうもんね。うん、心配する。私とかはみんなね、自由だけど、なんかアイス多め。いいね、うん、共通。でもなんか個性があっていいね。同じ名前の人とかさ。ああ、そうだね。え、今知った、アゴだよこれ、私のロングロングアゴ。え、ロングロングアゴは昔昔だよね。昔昔あるとこ。ソラバート、パージーが、パージーパージーがいます。パーコのアバターない。おお、岡山。岡山、うん、ほうほう、いいね。みんなだ、初期アバターも多い ね。あと名前のやつ、え、ね、確かにね、ある。うん、でもさ、あれやん、もうアバターはさ、その人推しっていう印象を与えるから、他のルームでなんか悪さとかさした時、推し面の顔になんか、なんていう、泥を塗るみたいになっちゃうから、みんな、まあ、みんな大丈夫か。うん、みんな、そんな、そんなこと書いたらもう私の話じゃない。大変。私の話じゃない。 X とかもね、だよ、よくね、流れてくるよね。うん、アイコンがもう名刺代わりみたいな。なんか見られた。なんか何するのと思って。今日も一個でアイス我慢して。えらい、マジで我慢してるんだって。一回食べちゃってもう後悔したのでやめてない。でも甘いものは食べてる。朝ドーナツにさっきワッフル食べた。にゃんにゃん。
アートチューリップス。僕は今日のご飯発表会、ヨーグルト、蜂蜜、バナナ、梅とおかかのおにぎり、チュリトス、ミライデリナゲット、うま辛味、私は親子丼、うん、アイチュ、チョコケーキドーナツ、チュロス、ミライデリ、親子丼、アイスキャラメルラテ、ベルギュバー。今日はでも2万な2万8000歩で、ね、あとちょっとなんだよね、あとちょっとで3万歩になるからマジで散歩行きたい。2万8000歩歩いてるので、28,740歩、もうカロリーの消費がすごい、600-700ぐらいカロリー消費してる。 ね映画館のさ、チキン食べてみたかった、でも卒婚前だしと思ってちょっと控えちゃった。映画館フード、何食べたことある？ポップコーン、ポップコーン、キャラメルアルポーツ、あと、うん、何の時こんなの食べてる、サルサみたいな、何か食べてる、あ、分かる、三角形のポテトチップスみたいな、でもポテトチップスじゃない、トルティーヤみたいな、なんか違う、三角形の、あのドンタコスみたいなお菓子のやつ、分かる、うん、分かる、あれ食べて、今回出たよ、あれ食べて、この前初めて、次はチキンとかに挑戦したい。いいね、ヨンニョムチキン入れてた、あ、ナチョスだ、あ、ナチョス、ベレー帽は？20キロぐらい歩いてるらしいよ。目2万8000歩だったら。そうなの？マジで？どこ行ったん、うちら。やば。何したの？でも朝から今日ずっと歩いてた。うん、映画館以外。あと電車？あ、バスか、乗ってる時以外は。うん、大体歩いてた。すごい。ねえ、やばいね。でもさ、去年とかこれ以上もっと。毎日のように3万歩とか言ってた。うん、怖、やばいよ、怖、守護主義、守護キャラ、何、うん、ギフト、顔で表現、うん、ハット、桜餅、ダメだよ、結婚してみると気にしない、さあパーコと結婚する、よろしく、私ぽよみはあさき聖火ちゃんと結婚しようかそうです、ピッカピッカの一年です違うよ、なんか言わんといけないよ、そういうこと、あ、一言私の夢はあさき聖火ちゃんと結婚することです、お断りです、ピッカピッカの1年生流れてくるね、分かんのかなこれ、 TikTok で流れてくる、めっちゃ TikTok で流れてくるからさ、みんな 見たことあるかな、こういうのがあるんですよ、うん、やりたいな、あれもう無理だけど、来世、うん、来世に期待しよう、今日の映画でも言ってたよ、うん、来世に期待しようってめっちゃ言ってたね、でも今世に期待するって言ってたよ、うん、今世に期待してもいいのかなって言ったから、元ネタ、あ、元ネタが分からん、CM があるんだよね、そう、いいね、卒婚の髪型悩む、悩むま、それは局的にも、それは衣装に合わせるかな、どうだろう、どうだろうね、久しぶりにツインテールっていうのもありなんだよな、見たいかも、でもポニーテールもこの前の可愛かった、フレッチ今日のね、可愛い、え、今日それどろじゃん、うん、ベレー帽かぶるんだ、顔かいい、顔よ、並ばんとんとし、自分の顔よ、みんや、あー、かわいい、目がさ、今日ずっと右目になんか入って、今
今日ね朝左目がゴロゴロしたからコンタクトをさ1個無駄にして取り替えたんよ、うん、映画見とる途中で急に右目がゴロゴロして、うん、ずっとゴロゴロ食べた、うん、ありがとう食べてくれてゴミを。そろそろ終わる？確かに、うん、え23時になる。明日早起き頑張らなくちゃ。明日頑張るぞ。ピカピカの耳でかくなっちゃったっていうのあるよね。うん、知ってるの？わかんない、元ネタ。嘘、ジェネレーションギャップです。聞いたことあるよ。嘘、めっちゃ売られてたよ、あの耳みたいな。でかくなっちゃった耳、え、売ってましたよね、うん、あの耳見たことはあるけど、どうなんだろう、うん、どうなんだろう。私は超ブーム時、ブーム時売ってたよね。ジェネレーションギャップです。それでは壇上読もう。取っちゃったの。どうぞ、うん、いつも譲ってくれるからどうぞ。え、うん、先に読みな。はい、始まった、いきます。ちょっと待って、何やっぱベレー帽、うん、変えておこう。よいよい、いくよ。はい、13位陣内さん、12位芋けんぴさん、11位メロンのあそこさん、10位しゅんさん、9位カートリさん、8位ワウワウさん、7位しんちゃんさん、6位こかじやさん、5位しんいちさん、4位よしひろさん、3位ゆうたくん、2位まぽすさん、1位じーつーさん、ありがとうございました。イエイイエイイエイ。それではしののそらはの壇上読みたいと思います。はい、はい、声を録します。はい、13位新井さん、間違った13位新井さん、はい、12位常吉さん、11位スーさん、10位アスパラさん、9位コカジアさん、8位 BBB さん、7位ミロさん、6位カイトさん、5位タスキさん、4位はじめだよさん、3位タカさん、2位イキャスさん、そして1位はナウラブさん、ありがとうございます。ありがとう。帽子かわいいのって嬉しい。毎日つけちゃうことあるよ。そんな褒められたら毎日つけたい。お疲れ様でした。こちらこそ配信1時間を見てくださってありがとうございました。お付き合いありがとうございました。何話したか分かんないんですけど、購入品紹介、うん、変なね、いろんなモノマネした、全然似てないのに。いっぱいもっと頑張ろう。頑張る、うん、いっぱい何回も聞いて頑張り、夜いっぱい練習したいと思います。ではまた、おやすみなさい。おやすみなさいです。バイバーイ。イエイ、せーの、せーの。